やっぱりやるの？小町と山沢ドゥンの発言からやる可能性が高いでしょうね。いつ？断定はできないけど、近い将来に必ず来ると思うわ。そうか。じゃあチルノ、特訓をもっともっと強化して頑張るわよ。うん。パチュリーできてる？うん、私がこの機械で音声を再生します。パチュリーお願いね。じゃあチルノ、はい、今から聞こえる音声を忠実に真似してよ。音声を？そうそう、まず言葉を覚えて。うん、わかった。いくよ。そんなに憎いならなんで俺やらねえんだい。なんで妹の手出した。なんで妹やらなきゃならねえんだい。難しいよこれ。難しいよこれ。言葉を覚えて、まず。うん、わかった。立てい。立てい。あ、間違えた。うん、ごめん、行くよ。そんなに憎いならなんで俺やらねえんだい。なんで妹の手出した。なんで妹やらなきゃならねえんだい。やって。そんなに憎いならなんで俺やらねえだ。あ、ダメだ。そんなに憎いならなんで俺やらねえだ。あ、はあ、なんで妹やったんだ。あ、よく聞いて。そんなに憎いならなんで俺やらねえんだい。そんなに憎いならなんで俺やらねえんだ。違う。なんで妹やらなきゃならねえんだい。言葉をまず全部覚えろって言ってんでしょうが。うん、最後だけでいいんじゃない。うん、じゃあ最後だけやって。あ、なんで妹やった。なんで妹やらなきゃならねえんだい。なんで妹やらなきゃやらねえだ。そんなバカっぽい口調で言ってた。これちょっと難しいな。表情、目が違うもん。大体もう、ん、目が違うもん。どういう目つき。こんな風に悪魔のような目つきよ。うん、まさかこういう目つき。全然違うよ。一応その顔でやってみれば。うん、やってみて。なんで妹やらねえんだ。ダメだね、迫力が全くない。違う、言葉が違うもん。意味が違うじゃん、覚えて。なんで妹やらなきゃならねえんだい。わかった。はい。なんで妹やるんだ。あ、じゃない、バカみたいな言い方したらダメだ絶対。なんで妹やらなきゃならねえんだい。なんで妹やらなきゃならねえんだい。目が違うって、バカの目よそれは。だってこういう目つきしてそうじゃん。こういう目つきだって。そんな目つきできないよ。じゃあ口をこうやってとんがらせてさ。そういう口。うん、やって。なんで妹、なんで妹言わなきゃくれねえんだい。どう。まあいいや。次、パチュリー。はい。立てい。立てい。鬼のような声じゃんこれ。立てい。鬼のような声だって。やってよ。うん、立て。立てい。立ていって最後イをつけて。立てい。はい。立てい。あー、ダメだな。まだ甘い。そんな甘っちょろい声じゃない。立てい。立てい。すごい声。はい、やって。よし、喉に思いっきり力を入れて。立てい。ダメだ。立てー。立てい。ダメだこれは。ちょっとなんていうの、あたいより声が低い。じゃあこれは。どいてろバキャロー。バキャロー。やってやって。え、なんだバキャロー。どいてろバキャロー。どいてろバキャロー。何がおかしいの。初めからやって。どいてろバキャロー。じゃなくて違う違う、初めにやってよ。どいてろバキャロー。じゃないね。甘っちょろいのよ口調が。やってよ。うん、早くやってよ。こんなのできるわけないよ絶対。できるって。チルノはこの声みたいな顔なんだから。してないよ全く。いや、してるしてる。なんで。自分で気づいてないのよ。その声が出そうな顔。うん、そっくりよ。いや、この声の人はね、フランちゃんみたいな顔だと思う。何。私みたいな顔って。その顔がね、もっと怖くなった感じだって。いや、お前がお前のお前の顔がこの声の主に似てるって。あたいは外国人系の顔でしょ。瞳が大体ね、なんていうの、外国人系って。瞳が青いしね。何言ってるの。チルノはあれよ、大体脳波生き人部でしょうが。脳波生き人部。気づかないの。脳波生き人部って何。自分の顔も。マチュリー、脳波生き人部って何。多分そんな言葉はないわね。続き、パチュリー。はい。消えろ。ん、消えろ。消えてくれ。うん、やって、初めから本気の顔にならないと。妖精大戦争の時みたいに。うん、消えろ。消えてくれじゃないもんね。よく聞いて。誰か来てくれよ。間違えた。誰か来てくれよ。消えてくれ。いいよ、消えてくれやが。あ、違う違う違う。あー、ダメだこれ。消えてくれじゃないよね、ほんと。じゃないよねとか言わなくていいよ今度から。うん、消えてくれ。うん、難しいよこれ。うん、難しい。感想はいらないって。演技だけして。うん、消えてくれ。じゃない
続けて。難しいよこれ。消えてくれ。消えてくれ。ほら早く。消えてくれ。間違えた。何がおかしいの。分かった分かった分かった。消えてくれ。ちょっと何何を笑ってるの。さっきから面白くないよ別に。だって難しいもんこれ。はあ、難しいから笑うの。だってこの。消えてくれ。できないよやっぱり、声が違うもん。できるって。もっと他の声ないの。女の子の声。はいパチュリ、他の。はい、誰か来てくれよ。またこの人。早くやって。うん、誰か来てくれよ。ダメだ、あたいの声だわ。誰か来てくれよ。必死じゃん助けを求めて、うん、チルノは困ってないもん。本当に困った顔を作って。うん、誰か来てくれよ。フランお嬢様。なに昨夜。もうちょっと小さくしてもらわないとお客様に迷惑ですよ。本当に迷惑なんじゃない。構わないって。行くよ。誰か来てくれよ。よし。チルノ別に、ね、誰か来てくれよ。必要はないのよ。いつでもやっていいの。誰か来てくれよ。じゃないもんね。あ、またじゃないつけた。じゃあ次。何やってんだい。何やってんだい。何やってんだい。ブラお嬢様。何。大事なお客様に誤解を受けますから、もう少し小さくできないですか。誤解を受けるよこれは。はあ、誤解受けるって。ちょっとドアを閉め切ってやってるのよちゃんと。何やってんだいとか聞こえてますよ。ほらほら。まずいよフランちゃん。いいっていいって。どうせ幽閉されて少しおかしいと思われてるんだから。はいやって。何やってんだい。何やってんだい。ダメだ。そうそう。ん、ちょっとフランちゃんは似せられるのこの声に。は、何。似せられないでしょ絶対に。知るのは似せられるんだって。似てるんだから。嘘よ。無意識にこの声の主と同じ顔してるんだって。なんで。この声の顔してるもん。はいパチリ。消えてくれ。消えてくれ。何やってんだい。何やってんだ。難しい。やっぱ冷静に考えるとチルノと特訓とかみんな知らないから、まるで私が狂って地下で叫んでるみたいね。やっぱあそこの妹おかしいって。はい、じゃあ次行こう。まだやるの。うん、そうよ。はい、聞いて。薄汚い豚野郎が。え。薄汚い。そうそう、はい。薄汚い豚野郎。違うよ。薄汚い豚野郎が。薄汚い豚野郎が。あー難しいよ。薄汚い豚野郎が。薄汚い豚